ネキちゃんのお手でお待ちしてます。すいません、ありがとうございます。完成です。浮いてます。ご注文いただいてからお作りするので、揚げたての唐揚げが食べれるというところと、それから来ていただいたお客様に、店に来てよかったなって思ってもらえるような接客を、スタッフ一同心がけてます。そうですね、店舗の方が、玉野に1店舗と、こちらの瀬能の方に1店舗、それからキッチンカーの方が、もう1個あって、最初はキッチンカーで始まったという感じになります。吸っていくんで、
ね、粉にもしっかりから味が馴染んでいきます。粉の方もしっかり唐揚げからの味がするようになるので、このまま、まあ、粉つけたてで揚げちゃうと、まあ、ふわっとなんか竜田揚げみたいな感じになっちゃうので、はい、一定時間寝かせてから揚げるようになります。その方がカリッとジューシーな唐揚げになりやすいので、はい、ですね、もう一応準備は卵の方でした。いつも卵に置いてるんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい、で準備してきて、今日はここにちょっと冷めてっていう感じでやってます。はい、もう全部準備はバッチリです。今日はこれから蔦屋甲信兵衛さんに頑張ってください。はい、
ていきます。食べるときに骨を引っ張ってもらったら身だけ手をあまり汚さず上手に食べれます。はい、
大体お弁当こちらでいくらぐらいですか。2時までがランチタイムで50円引きの550円。ご飯とか量って選べるんですか。そうね、大と小で選べます。値段って変わってくるんですか。大になるとプラス50円で、50円で、はい、買っていただきます。完成です。浮いてます。進化にまずお手伝いに縁があって、お手伝いに行かせていただくようになって、でそれから店舗を出すっていうタイミングで、私もちょっとその時職を探してたので、であの接客も好きだし、あのオーナーもキッチンカーの中原君もすごいいい方なので、ついていきたいなと思ったので、はい、一緒に働かせていただいてます。楽しく働いてます。すごいやりがいを感じる時ってどういう時ですか。やっぱりお客様がもうたくさん来て、であの笑顔であの帰られる瞬間がやっぱり来ててよかったなって思います。真ん中で一つどれぐらいの弁当コロッケが150円。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。